木選手には番組の最後までお付き合いいただいてたっぷりお話伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。さあまずはですねクラブ最新情報ということで21日に行われました前節ジェフユナイテッド千葉戦の模様を振り返りたいと思います。その後菊池選手からもお話を伺っていきたいと思います、はい。それでは VTR どうぞどうぞ。前節を引き分け残りの4試合何としても勝ちたい現在リーグ2位のベルマーレ。今季最高の入場者が訪れたホーム BMW スタジアムで5位の千葉を迎え撃ちます。互いに J2 昇格プレーオフ圏内の順位につけサポーターの応援の熱も最高潮のこの日先制したのはベルマーレでした。前半28分ロングボールからのこぼれ球をハン・グギョンが拾いキリノへ。キリノのクロスこぼれたボールを長きダイレクトで打ち抜きました。非常にいい流れ感のボールでしたよ ね。待望の1点をもぎ取ったベルマーレそのまま後半に折り返します。一体感ありますね、1点を追う千葉も後半から攻勢を仕掛けますがベルマーレもカウンターで応戦。完全守備してましたよね、しっかり。後半10分にはキリノがロングボールに反応しシュート。惜しかったんですよね。惜しくもキーパーに阻まれます。もう少し。その後も一進一退の攻防が続き千葉は後半39分最後の交代枠を使い大型外国人フォワードオーロイを投入。その直後試合は動きました。オーロイを起点にゴール前の混戦からボールを受けた千葉の佐藤に同点のゴールを許してしまいます。あと少しのところで追いつかれてしまったベルマーレその後も果敢に千葉ゴールを狙いますが無念のホイッスル。前節に続き勝ち点1を分かち合う引き分けとなりました。出なかったですね。勝ち点1を獲得したベルマーレですがこの試合の結果で3位に降格。プレーオフ圏内はまだ失意に抑えていますがホームで悔しい引き分けとなりました。残り3節何としても頑張ってほしいですね。いや本当そうですね。さあご覧になっていただきましたが、はい、まず菊池選手この試合フル出場されましたけれども、はい、振り返っていかがですか。そうですね、まあ、最後に失点してしまって引き分けになってしまったんですけど、まあ、やっぱり個人的には失点したことよりも追加点が取れなかったことっていうのが、はい、すごく心に残ってしまってちょっとまあ僕自身としては攻撃の選手としてすごく悔しかったですね、はい。菊池選手おっしゃってますが奈良橋さんはどうご覧になってますか。いやすごく見応えのある一戦だったと思いますし、はい、まあ、その中でちょっと、奈良橋明的にこの試合を、はい、振り返ってみたいと思います。はい、ぜひお願いします。題して奈良の意見今回はこれです、はい、じゃん、じゃん、両ボランチの積極的姿勢、はい、奈良の意見、はい、ちょっとこれを振り返ってみたいんですけど、まあ先制点につながるシーンなんですけど、まあ、小林選手からのロングフィードなんですけど、1回攻撃が来たんですけどそれで、ハン・グギョン選手がしっかりサポートしたでまた、クロスをまた跳ね返したんですけど、はい、またボランチの奈良選手がダイレクトでシュート。かっこいい。これはね、でも菊池選手がしっかりとかかってますからね。このロングボールに対して一回クリアされるんですけどこの押し上げによってハン・ギウン選手がまたサポートしてるんですよね、攻撃をね。しっかりこうクロスにもまたこぼれ球をまた長津選手がこぼれ球をしっかりとして得点につながった。やっぱしっかりとコンパクトにしてるっていうところがあると思うんですよね。そういったところでやっぱディフェンスラインも高く保ってますのでボランチも積極的な押し上げができる。ただこれでまあ、両ボランチの、まあ、攻守においての積極的な姿勢からのゴールだったと思うんですよね、はい。さあチームについてなんですが残り3節となりましたが、はい、その戦い方についてはどうお考えですか。そうですね、本当にもう総力戦だと思うんですよね、残り3試合だからやっぱりこう一つ一つも決勝戦のつもりでもう今ねやっぱり6戦勝ち出しっていう状況ですけど、はい、内容はねすごくいいと思うんですよね、はい、まあ、そういった中でも僕
残りの3戦もう決勝戦のつもりで、はい、頑張ってもらいたいです。そうですね、はい、もう負けられない戦いが続きますから、はい、もう応援するしかないですね。もうみんなで応援しましょう。はい、はい、さあそれではですね、続いてのコーナーに参りたいと思います。ゲストの菊池選手にどんどん迫りますよ。奈良橋さん、はい、いいですか。いいでしょ。ゲストに迫れ、はい、菊池選手にですね、これからどんどん迫れしていきたいと思います、はい、まずは菊池選手の簡単なプロフィールを私からご紹介したいと思います。はい、1991年生まれ神奈川県横浜市出身の21歳。2007年湘南ベルマーレユース所属中に当時高校1年生にもかかわらずトップチームに登録。その年 J2 最年少出場記録を樹立しました。翌年2008年には J2 最年少得点記録もマーク。テクニックとスピードを生かしたドリブルパス、そして得点力も兼ね備えた中盤から前線にかけての攻撃の要となっている選手の一人です。はい、ということでご紹介させていただきましたが、今シーズンも37試合に出場して7得点という活躍ぶりですけれども、ご自身で振り返っていかがですか。そうです、まあ、7得点という数字は正直全然ダメで、はい、やっぱりこうやって今年に関してはすごい試合に絡ませてもらっている中で、ちょっと少ないなっていう感じがしてますね、はい。まあ、ここからちょっと聞きたいんですけど、はい、まあ、攻撃的な選手でもありますし、まあ、いろんなポジションができると思うんですけど、はい、自分なりにこだわったポジションってありますか。まあ、どこでもできると思うんですけど、はい、そうですね、まあ、でも、はい、今チームがやってる、はい、3トップのシャドウ、はい、2シャドウの位置っていうのは自分が一番得意とするポジションですし、自分のプレーが一番出やすいポジションかなっていうのも。本当ですか。はい、応援しない選手だからね、はい、いろんなポジションもできると思うんですよね、うん、あとね、もう一つ、はい、かっこいい、かっこいい、本当にどうですか、先ほどキャラ被るかもと心配されてましたけど。いや、被ってるでしょ。そうですかね、皆さん、被ってるでしょ。苦笑いされてるか。いや、でも本当にね、こういった運動量もありますし、はい、このダイナミックなプレーがね、すごく持ち味だと思いますので、まあ、攻撃を本当にね、引っ張ってもらっていってほしいですよね、はい、はい。菊池選手から見て、今のチームの雰囲気っていうのはどうですか。そうですね、今年のチームっていうのは、はい、非常に若い選手が多くて、まあ、僕もすごい若い方なんですけど、すごくベテランの方たちがいい環境というか、はい、いい空気を作ってくれていて、僕たちがすごい躍動できる環境が揃ってるなっていう、はい、躍動できる、すごいですね。あともう一個いいですか、はい、僕がね、アントラーズからこうそんなベルマーに移籍した時に同じタイミングで菊池選手がここユースに入ってきたと思うんですね、はいはい、その時に一緒にこう練習とかしたと思うんですよ、はいはい、それを覚えてるか覚えてないかそれをちょっと聞きたかったんですよ、はい、もうかなり覚えてて、あ、よかった、当時の奈良橋さんの印象っていうのは、まあ、僕高校生だったっていうのもあるし、まあ、ちょっとオーラがあってちょっと怖かったです。怖かった。いや、怖くないでしょ。ちょっと話しかけづらかったですね。全然怖くないでしょ。いや、それ本当に覚えてる。いや、奈良橋さん本当に代表とかも入られて、でまたアントラーズっていうすごいチームが来られてるっていうのを、まあ、僕も知ってたんで、ちょっときつい、怖いな。まさにテレビで見ていた選手が目の前にいるっていうことですもんね。はい、見た目で損しちゃってるんですよ。そういうに言われるんですよ。そうなんですか。でも全然違いますからね。中身は優しい。でも本当にもう若い選手ですごくスピードがあって、はい、こう魅力あふれるプレーをしたので、もうどん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 成長していくなと思ってね、まあ、しっかりベルマーレの中心としてやってくれてますから。ですね、はい、そんな菊池選手についてですね、ある方からコメントをいただいてまいりましたので、菊池選手も一緒にご覧いただきたいと思います。 VTR どうぞ。どう、誰だ、予想つきますか。奈良橋さん、テレビをご覧の皆さん、こんにちは。湘南ベルマーレミッドフィルダーの小林翔太です。まあ、あんな顔してクールに見えますけど、まあ、すごいお笑い担当みたいな感じのとこもあるし、まあ、クールに見えてすごい面白いです。お前笑い方可愛い、みたいな、そんな笑い方するからめっちゃ可愛い。笑い方可愛いもう顔がかっこいい。まず一に顔がかっこいい。あと、まあ俺が彼女だったらちょっと付き合いたい。
まあ、昔からいいライバルとしてやってきて、まあ、今年初めてベルマーレで一緒にチームとしていて、まあ、すごいいい関係でできてて、まあ、残り3節、まあ、J1 目指して一緒に頑張りましょう。終わり。すごい笑い声が印象的でしたけれども、菊池選手ご覧になっていかがでしたか？いや、びっくりしましたね。いや、もうほぼ、まあ、ご飯も一緒に行ってるし、はい、チームの中ではすごい仲いいんで、一番なんだか、はい、映画も見に行ったりするとか。映画行きますね、はい。最近も行かれたんですか？最近なんか見ました、一緒に。最近ですか？聞いちゃってまずかったかな。いや、ちょっと覚えてないですけど、でもあそこのテラスモールでたまに見てます。本当に仲良しなんですね。うん、本当にね、すごくこうインタビューとかで見るとすごくなんかお笑いキャラ。いやいや、全然今日まだ見せてくれてない一面を。あいつがもう、あいつがいないと俺が引き出されないっていう。あ、じゃあコンビで ね来てくれれば。それも見たいですね。隣で小林選手がいてくれれば、また菊池選手の良さが出たかもしれない。そうですね、はい、今度はぜひ2人で来ていただきたいですね。そうですね。ちょっと今お話にもありましたけれども、プライベートではどんな風に、オフの日なんかは何をしてるんですか？オフの日ですか？みんなが聞きたいと思います、ね、聞きたい。オフの日はでもあんまりダラダラ過ごしたくないので、まあ、出かけるようにはしますし、はい、最近ちょっと熱帯魚にハマっていて。熱帯魚、はい、まあ、それも小橋と亀川とか、また見ました、小林選手、福田選手とかでちょっとハマってしまって。相当仲いいですね、じゃあ。そうですね、小林選手と。まあ、それもあいつが初め最初やっていて、熱帯魚を飼い始めたんですか？はい。何でも知り合える仲という。何でも知らせないですよ、はい。やっぱユースから一緒。高校1年生が、ね、はい、一緒なんです。そうだよね。で、まあ、やっぱりほら、草津で、はい、草津では一緒にやってるんだよね。草津ではやってないです。やってないよね、はい。どっちもレンタルで。ユース選手が行って、はい、次に小林選手だよね。はい、小林が行って。そうだね。はい、そうやってね、やっぱり仲がいいっていうのはいいですね。僕も現役時代ね、そういう選手がいれば、はい、ね。いなかったんですか？え？いらっしゃいますよね。まあ、いたかな、わかんない。嬉しかったですけどね。奈良橋さん、なんか元気時代、オフの日どう過ごされてたんですか？え、ドキ聞いてまずかったですか？いやでも、まあ、車が好きだったんで、まあ、結構車を、まあ、いじくってたというか。へぇ、僕はいいんですよ。はい、菊池選手、車は、はい、ドライブなんかは？ドライブ、まあ、好きですね、はい。どっか行きます？ドライブどこですか？うん、なんかどっかもドライブあります？いやまさかそれも助手席はベニシャル K さんですか？ K さん、小林さん、SK SK さん、あ、まあ多いですね、やっぱ、はい、多いんだ。仲良しですね。プライベートでも仲いいです、はい、いやもう休みの日でも2人は一緒。まあ結構あんまり張さんにも遠征とかも一緒にいすぎて、ちょっといい感じにしろって怒られて。相当仲いいってことですよね。ちょっともう一つですか、はい、張さんがユースの時も監督ってことで、はいはい、なんか変わりました、そのユースの時と今の、はい、張さんですか、はい、トップに。いや全然僕の中では変わってなくて、あのままあの熱い張さんのままなんで、まあ、トップの監督になっても変わらないでいてくれるのがすごい嬉しいし、本当に尊敬する監督です、はい、このまましっかり知恵をね、自分は昇格に向けて、はい、頑張ってもらいたいですね、はい、たくさん答えていただいてありがとうございます。ありがとうございます。じゃんじゃんじゃん、じゃあ奈良橋さんに呼んでいただきましょう。じゃあこれ、大丈夫あ、まあ、じゃあ、どうですか一応。 OK、 お、やったじゃあ、ん、これなんだ私服がおしゃれな菊池選手はいつもどこで買い物に行きますか？また一緒に買い物に行く人とかは決まってますか？ペンネーム椎名さん、この質問は誰？あれ？あ、いらっしゃいましたね。あ、椎名さん、僕が代わりに質問しました。じゃあ菊池選手、お願いします。そうですね、あんまり、はい、
僕おしゃれっていうのは思ってなくて、カオル君とか馬場健二さんとかすごいおしゃれな人がいっぱいいるんで、あんまり堂々と言えないですけど、買い物は横浜とか、横浜都内とか行って買うことが多いです。はい、都内はどこに突っ込みますね。宮崎突っ込みたいな。いや、まあ、原宿とかですね。方が多いですね。原宿です。だそうです。さあ、じゃあまだお時間ありそうなので、まだ行きますか。じゃあ、すみません、はい、もう超寝てます。なんだろう。はい、じゃあ行きます。で、これ丸バツ。優しい。おー、優しい。全然ないです。全然大丈夫。これはいけるな。残り3試合 J1 昇格への決意表明をしてください。カッコね、カッコ、はい、シュートが枠の中に飛びますように。アウェー岐阜戦のようなシュートを見たい。ペンネームタカッチョ。これは、この質問は誰？タカッチョ。はい、タカッチョの代わりに。じゃあ、お願いします。そうですね、はい、まあ、僕は高校1年生からベルマーレにお世話になってて、まあ、やっぱり J1 昇格することが恩返しになると思うので、本当に、まあ、僕自身も残り3試合で人生変わると思うんで、はい、まあ、本当にそういうぐらいの本当に覚悟を持ってやりたいなと思います。高田来ました。だそうです。だそうです。これ楽しいですね。楽しいですね。もう一問ぐらい行きますか。行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。じゃあお願いします。じゃーん。じゃじゃん。さあ、はい、丸かバスか、お答えください。おっと来た。素晴らしい。日本と外国で好きな街などありますか。あれば、うん、ま、街、うん、あれば、ま、またその理由を教えていただければお願いします。ペンネーム、セナミさん。セナミさん、だーれ。あれ、セナミさん、あ、いらっしゃいました、ね、あ、いらっしゃいました。ありがとうございます。じゃあ、失礼します。お願いします。そうですね、うん、やっぱり実家が僕、長野県なんですけど、はい、やっぱり実家に帰るとすごい落ち着くし、空気が美味しいんで、まあ、長野県はすごい大好きです。はい、外国の好きな街ありますか。外国、外国は、まあ、いろいろ行ったんですけど、まあ、フランスが一番好きでした。はい、フランス、おしゃれですね。やっぱりね、フランスって合いそうですね。合いそう。このファッションのまんまなんか馴染みそうですね。シャンゼリゼ通りをね。ちなみに僕は全然合わないです。まあ、もう一枚いける。もう一枚いける。行こう。行きます。行っちゃおう。じゃん。マルカバツ。オッケー。10番をもらった時の感想は、誰かな。あ、いらっしゃいましたね、はい、男性の方です、はい、もらった時の感想、うん、いやー、まあ、前アジェルがつけてて、はい、まあ、やっぱりサポーターだったり、もう本当にいろんな人からすごい、まあ、あと慕われ選手だったんで、まあ、嬉しかったと同時にすごい責任を持ってやんなきゃいけないなっていうふうに思ったし、まあ、でも一番はすごい嬉しかったですね。やっぱり10番はなんとか自分のものにしてやろうっていう。いや、もうね、もうやってますよ、ね、はい、ね、まだまだです。はい、10番は、ね、これからますますね、うん、はい、頑張ってもらいたい。ようになっていくんでしょうね、はい、さあ、今日はここでお時間が来てしまったということで、すいません、読まれなかった方はまた次いらしてください、うん、そして菊池選手もたくさん答えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。というわけで番組なんですが、もう早いものでエンディングでございます。もうですか。はい、本当に今日はね、はい、本当に菊池選手いろんな質問とか答えてもらったんですけど、はい、どうですか、このスタジオ。まあ、ちょっとスタジアムとはちょっと違うと思うんですけど、はい、いや、すごい苦手です。あれ緊張しました。いや、小林選手がいればね。そうですね、ま、隣にいてくれると安心するんですけど、ね、今度一緒に、はい、お願いします。そうですね、また、はい、そして次はですね、アウェイで富山と対戦ということですが、そちらも含めて残りシーズンの意気込みをカメラに向かってお願いします。はい、お願いします。先ほども言いましたように、本当に人生変わる、本当に大げさですけど、本当にそれぐらいの気持ちがあるので、本当最後はサポーターの皆さんと踊って喜びたいなって思うんで、最後まで全力で応援してください。頑張ります。You know, good night.